結構池絡むのが多いんだね。手前が池みたいなの。うん。何番ですか？8番です。8番。多分フォローです。うん。大きい、うん、結構強めなのかな風、うん、確かに すごいスチールシャツなんだ今見たそうなんですよそれなんかアイノコみたいなやつですよねアイノコ知らないなんか多分スチールとカバーのアイノコそうなの全然知らんすごいね、これこのキャストが出て、うん、一回これにしようと思ったんですけど、うん、優しかったずっとスチールだったからスチールそうですこれずっとこれだったんですごいねでも次変えるときはもうカーボンにしようと思ってカラーあるわいやでもいや私これ無理やもんなんかでもしっかりしてないしっかり、うん、ね はーい。あー、戻った？戻ってないね。戻らんかっためっちゃ飛ぶよね。めっちゃフォローじゃない。うん。フォローすごいね。フォローはフォローで。やっと会話してるって感じ。離れちゃうからね。ナイスバーディーナイスですいいですねやっと来ましたありがとうございますほしいナイスパーどんまいパーか入るかと思ったのねまさかのまさかの16番374ヤード長めだね長いです風もアゲですあげてますわー戻ってきちゃう全然大丈夫あ、いた左がアウトなんだ左が狭いの、うん、左全部おー、ナイスショー。うん。いや、カート道まで来ちゃった。うん。何番で？スプーンで。スプーンで。でももう、乗らないので、もう、グリーン近くに行けばいいかなぐらいで。3番だと、どれぐらい？190いくかなぐらい。おー。なるほど。
ぱ飛距離とかって落ちたり伸びたりとかある？ない、特に。でももう年々でも落ちてます。あ、落ちてるんだ。へえ。体重あった頃が一番飛んでました。だからやっぱり体重と飛距離は比例するんだなと思います。あと痩せてますもんね。痩せましたね。マックスの時より何キロぐらい？15ぐらい。そんなに？でもそれはもう本当に一番太ってた。中学とか高校とか一番太ってた。全然想像できない。でも10キロ15キロ重りつけてたわけだからね。日常も疲れてたと思う。何日常も。これを背負ってね、生活したんで。まあ確かにね。カート道にすごい跳ねた。跳ねて前行きました。うん、160。おお、あ、乗る。オーバーしちゃう？うまい。すごい打ち方。すごい。全然。びっくり。ナイスです。なんかあんな低い球が出ると思ってなかった今。カメラ越しには。真剣です。マスターです。ボギーです。あ、そっか、外から。ボギーです。とんまいです。あるかな。次。撮ってたよ。入ってたよ。あ、入った入ったよ。ナイス。はい、皆さん、リンゴルフオープンについてご報告があります。はい、各大会10組限定といたします。はい、9月29日から、今年は4会場、そして来年含めて全部で20会場を今予定しています。ご応募お待ちしております。よろしくお願いします。します。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。私のインスタもフォローしてください。はい、バイバーイ。